今回も、建材メーカー ABC 商会さんにご協力いただきまして動画を撮らせていただいております、ABC 商会文野さんです。よろしくお願いいたします。 ABC 商会の文野です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はどういった ABC 商会さんの商品ご紹介させていただけるでしょうか。今回3商品目になるんですけども、はい、ケセルワンという商品になりまして、いろんな汚れに対してこれ1本で洗浄できるっていう、うん、万能型の洗浄剤になります。うーん、よく世間一般でシール剥がしとか、はいはい、ああいったものもよくホームセンターとか、はい、そういったところで売ってますけど、はい、それよりももっとこう広範囲高用途で使えるような商品でしょうかね。そうですね。結構やっぱり用途が決まってる洗浄剤っていうのが多いんですけど、これに関しては本当にマジックの汚れですとかシールの汚れ、接着剤の汚れ、うんうん、いろんな汚れに対して使えるので、うんうん、1本持ってればやっぱりすごい楽な商品になってます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとですね、早速この事務所内でいろいろちょっと落書きとかしてみて、それが実際に消えるのかどうか、はい、ちょっと試していきたいなと思っております。はい、で先ほど、油性のマジックでも使えるよってことで、はい、おっしゃったと思うんですけど、こういったテーブルとかでも全然いけるんでしょうか。そうですね、テーブルでも、はい、しっかりと落とせると思います、うん、じゃあちょっとこれ油性の、マッキーですね、はい、ちょっとこれで試してみたいと思います。これは完璧に会社の備品です。今結構挑戦してます。これちょっと落ちないと僕もかなりまずいんですけど、ちょっとこれで試してみたいと思います。お願いします。はい、これを拭き取るのは、こういった、そうですね、はい、タオルとかベースでいいと思います。大丈夫ですか、ね、はい、はい、じゃあちょっと拭き替えてみたいと思います。あ、すごい、もう確実に浮いてきてるのが分かりますね。もうこの時点でかなり、そうですね、はい、もうかなり浮き上がって、はい、もうここら辺とかももう確実に消えてますね、はい、ちょっとじゃあ拭いてみたいと思います。よいしょ、あ、すごい、どうでしょう、完全に消えたと思います。これで僕も怒られずに済みます。はい、それではですね、こちら、ご用意していただいたフローリングの素材の、はい、板ですね、はい、こちらにちょっとあらかじめ、ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここに両面テープ、これですね、はい、見えますか。で、こちらが、先ほどアロンアルファでカチカチに接着させてもらったアヒルちゃんです。でちょっとまずは両面テープの方からいきます。これ直接単純にも吹きかけるだけで、そうですね、はい、直接吹きかけていただいて、はい、よし、いきます。はい、こんな感じで大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、で、ちょっと、汚れを浮き上がらせて取るっていう形なので、はい、ちょっと置いてから取っていただきます、はい。これは時間にしてどれぐらいとかってあるんですか。特にはないんですけど、だいたい10秒とか、はい、そのぐらいで、うんうんうん、取ってもらえればと思います。はい、わかりました。じゃあちょっとこれでまずは取ってみたいと思います。これ今フローリングの素材でやってますけど、例えば、普通にこういったテーブルであったりとか、はい、そういったものでも特に素材は関係ないんでしょうか。そうですね、基本的にはこういう液状なので吸収しない素材であれば、はい、ある程度は保証できるかなと思います、うん、あ、なるほど。じゃあ逆に例えばカーペットであったりとか、そういったちょっと凹凸があるというか、はい、はい、
そういったところではあんまり効果は発揮されないというか、そうですね、ちょっとやっぱり吸収されてしまうので、うん、はい、まあ、ベスとかにこの、ケセル1をつけていただいて、はい、まあ、ちょっと当てて、取ってもらうっていうことであれば、はい、まあ、例えばコーヒーのシミとか、そういった汚れに対してはご使用できるかなと。あ、なるほどですね。じゃあ、これで今取りましたけど、はい、もう本当にそのまんま、テープの形のそのまんまですね、はい、綺麗に取れました。はい、はい、じゃあ続きまして、先ほどですね、アロンアルファで接着したアヒルちゃんです。まあ、もう見ての通り、これぐらい完璧に接着されてます。これが取れればすごい便利だと思うんですが、これも吹きかけていいですか？そうですね、吹きかけていただいて。はい、うん、ちょっとじゃあ、行ってみたいと思います。もうちょっと時間置いた方がいいのか。そうですね。それでは作業の方やってみました。ちょっと残念なことにですね、アロンアルファで、接着したアヒルちゃんが見てわかりますかね、がっちりくっついたまま結局すいません、取れませんでした。こちらにもですね、ご使用方法にも書いてるんですけど、接着剤、やっぱり固まる前だと多分取れやすいんですよね。そうですね、はい、そういった注意書きもあるんですけど、今回ですね、ちょっと完全に時間が経ってしまって完全に硬化してしまったので、ちょっとやっぱり面と面を接着すると、どうしてもちょっと厳しいところがあったということで、はい、非常に申し訳ないです。はい、すいませんでした。その他のものにはですね、先ほども、マジックですね、やっぱり。はい。はい、で、一番先ほど文野さんもおっしゃってましたけど、やっぱ落書きとか、はい、どうでしょう、クレヨンとか、ああいったものとかでも。そうですね、クレヨンでも、はい、ご使用できますね。うん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 、はい、じゃあやっぱり一般のご家庭でお子様とか結構いらっしゃる方とか、はい、そういった壁に落書きしてとかっていうのもこれで全然取れると思うんで、はい、接着剤にだけはちょっと気をつけていただければなと、気をつけていただければと思っております。はい、それではですね、今回ABC 紹介さんのケセル1を、ご紹介させていただきました。文野さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。